よしやろうかな。とりあえず15、6分を目安に切って貼って、切って貼っての動画でいいかもしんないな。まあ30分とか25分ぐらいで動画を作っていければと思ってますが、まあ、いろいろちょっと不都合出てくるかもしれないですけど、お付き合いいただければと思います。なつきちゃん、うん、ま、前回と比べて悪くはないわ。かといって良くなってるわけでもないけど、多分なつきちゃんとは死の相性は多分一番悪いのかな。ほ、何がほなの。あ、あ、まあ酷評されなかっただけでも俺の中では十分成功だからな。お前の意見が多分一番批評的だし。あ、ちょっとそれどういう、ん、待って、これもしかして褒められてる。え、女の子側の心情も表していくのか。ん私の経験豊富さを理解してもらえて何よりだわ。その調子で精進しなさい。そうすればいつかきっと私のレベルまで上達するから。お、おう、何か大きな勘違いをしているようだわ。ん、なんかこれ読んでたら昨日のさよりの詩を思い出すわ。そうか、うん、あんたたち幼なじみだから波長が合うのかもね。ん、でもあんたがさよりのタイプの人間とは思ったことないけど。ん、突然さよりに性格のタイプができたのか。知らないわよ。でも正直言うと、あんなそのふわっとしたことがあんたみたいなのと一緒にいるのはしっくりこないわね。まるで重い荷物を引きずり回してるみたいで。どっちが足引っ張ってんのかな、あのこの幼馴染コンビは。少し言い過ぎなんでは。ん、でもこう考えたらどうだ。もし俺がいなかったらさよりは風船みたいにどっか飛んでってしまうんじゃないかと。ああ、 R 君が重荷になって、重荷というかこうドシッとしてると。俺たちは俺たちなりにお互い支え合ってるみたいな。ん、何にしたって私には理解できないわ。あ、忘れてた、私の詩見せる番ね。はい、はい。エイミーは雲が好き。エイミーのことを聞いた。エイミーは雲が好き。ベトベト、もぞもぞ、もじゃもじゃで、あのキモい雲。ああ、動物の方か。だから私とは友達にならないの。あ、私はね。エイミーは歌声は可愛い。私のお気に入りのラブソングを歌ってたな。サビを歌うといつも歌詞のリズムに合わせて心がドキドキした。でもあの子は雲が好き。だから私は友達にならないの。一度足を大怪我したこともあったな。エイミーが保健室に行くのを手伝ってくれた。あの、私はあの子に触らないようにした。あの子は雲が好きで手もキモそうだったし、だから私は友達にならないの。エイミーには友達がたくさんいる。いつも誰かしらと話してる。多分雲について話しているんじゃないかな。もしあの子の友達も雲が好きになっちゃったら、だから私は友達にならないの。他に好きなものがあったって知るもんか。秘密にしてたって知るもんか。傷つく人がいなくたって知るもんか。キモいんだ、あの子はキモいんだ。世界に雲好きの人なんていない方がいいんだ。だからみんなに話しちゃおう。ほう。自分だけが知ってる秘密なのかな。悪くないでしょ。うん、昨日よりは長めなんだな。ん、昨日のが短すぎたの。あれは準備運動みたいなものよ。あれが私の全力だとでも思っていたんじゃないでしょ。夏希ちゃんはあれなんだね、この詩というかやっぱ文芸に対して真剣に取り組んでるんだね。あるはちょっとそういうのなかったからな。いや、もちろんそんなことは。とにかくこの詩の意味は割と率直よ。説明するまでもないわね。複雑な状況を説明するのにも単純なアナロジーで十分なこともあるの。人がどれだけバカに、人がどれだけバカなことをしているか気づかせてあげられるし、例えばこの詩なら誰もがこいつは無知で間抜けないやつだって思うだろうし。ん、こういうやつに心当たりがあるのか。もちろん。これはみんなが私に、え、そんなのどうでもいいの、何について書いたっていいでしょ。誰にも身に覚えがあるように書いたんだから。
誰だって変わった趣味や後ろめたい楽しみぐらいあるでしょ。誰かに知られたらバカにされたり見下されたりするんじゃないかって恐れるようなことがあります、あります。やっぱね、あるもね、実況をやってるってやっぱ人に言ったら絶対ね笑われると思うし、バカにされると思うし、何かなんか同じようなこと言った気がするな。でもそれってバカじゃないの。誰も傷つけずに楽しくやってるなら他人の趣味なんて何だっていいじゃない。たとえ変わった趣味でもみんなもっと尊重するようになるべきだと思うの。へえ、似てる、考え方はやっぱ似てるんだね。ね、ゆりも似たようなことを書いてきたぞ。え、あんたゆりって言った。え、うん、自分の変わった趣味について詩を書いたって言ってた。あ、これさ、じゃあ女の子を選ぶ順番もちょっと大事、大事っていうか関わってるのか、今ふと思ったけど。内容はよくわからなかったが、夏希と似たような話をしていたよ。そういう趣味があることを不安に思わせるべきじゃないって。本当に？へえ。確かにゆりって変なやつだから変わった趣味があってもおかしくないと思うけど、でも悪いことじゃないわよ。うん、私はそれを批判なんかしないし。なんで言葉に詰まるんだ。これからはそんな意地悪しない方がいいみたいね。自分の振る舞いに自信が持てないんだったら。私だって自信をなくさせるようなことをするやつ嫌いだし。でもゆりは昨日私を不安にさせたの。ん？あんたの話聞いてるとちゃんと自分の失敗から学んだみたいだけど。そうそうそう、結構前回というか一番初めに見せ合いっこした時は結構批判をね、批判的な感じだったから、まあ、趣味とは言わず同じ趣味というか同じことを好きなことだから、ね、ぶつかり合うのもしょうがないと思うんだけどさ。うん、そうだと思う。たとえ文体が全く違っていたとしても、きっとゆりもこの詩のメッセージに共感すると思う。するかな。表現の仕方ってでもそれぞれだからな。あ、でも批判することないよね。なんたって私が一番得意なことなんだから。メッセージ性のないものを書くのは嫌なの。感情を抑えるのはもちろん大事だけど、ただ感じるより読んだ人に考えさせたいの。ああ、やっぱ、え、夏希ちゃんもそんな感じなんだ。覚えてきなさい。明日はとびっきりいいやつ書いてくるから、せいぜい楽しみにしててよね。なんかちょっと全然違うような感じだけど、目的地としては同じなのかな。考えればいいわけ？考えればいいよっていうか、その目的地、読み手と書き手の目的地が違ってもいいのかな。さりちゃん頼むわ。おお、これ私好きだよ。ある、あ、俺の詩を読んでくれたのか。いい、感情が入っててよかったよかった。おおむね評価はいいのかな。これ何選んでもこうなんのかな。とはいえ声のトーンからすると昨日の方が気に入っていたみたいだわ。バレちゃった。 R はたまに私のことを知りすぎな時あるよね。ん、それならお世辞なんか言うなよ。下手ならそれでそう言ってほしいし。違う違う、この詩も好きだよ本当に。嘘つくわけないじゃん。絶対にないよ。まあそうかもな。嘘つけなそうだもんね。じゃあ昨日の詩のどこがそんなに良かったんだ。言葉尻としてはなんか同じような言葉を選んだ気がするけど。私も詩が上手いか下手かを見分けるの得意じゃないけど、だからこそ直感でいくんだ。読むことで何か感情が湧いたらきっとそれはいい詩だってことなんだよ。そういうことなのかは疑問に思うが、でも何も思わないよりもほうって、あ、なんかいいなって思ったらそれでいいんじゃないのかね。とはいえおそらく感情表現はこの活動の中でもかなり重要なポイントだろう。そう、感情表現って難しいからね。そうかもね、まあ、正直お前がどんな詩が好きなのかは全然知らないんだけどな。そうなの、私も。あ、ちょっとは考えてみたらどうなんだ。ん、
もしかして私のために何か書いてくれるの？おお、やめろやめろ。すごく嬉しい。おお、話が早いんだよ。はいはい、面白い面白い。けどお前っていつも他人のことばっかり考えてるだろ。少しは自分のことも考えるんだぞ。じゃないとどこかで自分が傷つくことになるかもしれないぞ。え？そのよくわからないけど頭の片隅に置いとくね。いや、ドキドキ文芸部哲学的だな。大事だよ本当に。人のことより自分のこと考えた方がいいですよ。考えたっていうか、その心配した方がね、大事にしよう自分を。それよりそうだな、私は多分ハッピーな詩が好きなのかな。嘘つけ。悲しい表現がなんか好きみたいなことモニカ言ってたよ。ん？いや、悲しい詩が好きな時もあるし、どっちも好きな時あるし、それを言い表すような単語あったよね。え？なんて言うんだっけ？何？喜怒哀楽とか？ほろ苦いだ。え？そうだ。ハッピーなことと悲しいことが好きなんだ。あ、分かってんのか自分の好みっていうの。ハッピーで悲しい。ただ何言ってるか分かんないけど。お前が悲しいことが好きなんて想像できないな。でも、ハッピーなのが一番好きだよ。でもたまに頭の中に爆弾がかかった時は、悲しい詩を読んで雨雲をハグすると綺麗で幸せな虹がかかる気がするの。はあ、意外にも今の指摘だったな。ちょっと俺にはついていけない感じだったよ。本当に？本当に自分の気持ちを表現できるようになってきたみたい。ああ、ありがとう。今言ったの紙に書いておこう。次は私の詩読んでいいからね。はい、お願いします。ピン。クッキー缶アイシングクッキーは R もね知ってたんですよ。ただあんまりにも、あの女の、でもあれ雑貨屋さんとかにないですか？雑貨屋さんとか洋服とか売ってるようなところにもなんか置いてあった気がするんだけど、これ本当に食えるの？みたいにすっごい綺麗なやつで、食えるとは俺思ってなかった。あれアイシングクッキーってなんかそのクッキーに人工的に人間が食えない塗料とかをやって、完全に、なんだろう、もう観賞用のものかと思ってたんですよ。食べちゃうのか、うん、もったいない気がしちゃうね。クッキーの缶をの蓋のように頭をパカッと開ける。もういきなり怖いんだけど。私の夢全部詰めた秘密の場所よ。小さな日光のボールが集まって子猫のようにすり寄ってくる。親指と人差し指とで一つつまむ。あったかくてチクチクするの。でもうがうかしてられない。大切な瓶にしまう。その瓶を他の瓶と同じように棚に置いておくんだ。瓶が並ぶその中には幸せ、幸せ、幸せ。私のコレクションが友達の輪を広げたよ。瓶の中身は償いの星明かりになるの。友達が何かを感じて仕方がないとき、こういうときに瓶が役に立つの。夜な夜なの夢膨らんで、続々友達瓶は増える。私の指はより奥へ奥へ、まるで暗い洞窟の中で至る所に隠された秘密を探るような、掘って掘って削って削って。蓋の埃を吹き飛ばす。いつの間にか時が過ぎてる。もっといっぱいあったはずの空っぽの棚、鍵のかかったドアの向こうから友達の視線を感じる。やっとできたよ。ドアを開けると友達が入ってくる。ドタドタと押し寄せてくる。そんなに瓶が欲しいの？私は必死に棚から次々と瓶を取り出す。友達一人一人に持たせていく。一つ一つ全部の瓶を。だけど渡すたび足元のタイルで粉々になっていく。ん？床に全部散らばる幸せ、幸せ、幸せ。友達の、笑わない友達のためだったんだよ。みんなみんな叫んでいる、訴えている、何かを。ただ聞こえるのは残響、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 残響。私の頭の中で。はあ、やばい、これ本当にさゆりが書いてるのか。もちろんだよ。昨日すっごくいい詩書いてくれって言ったでしょ。そうだったっけ。そうだが、
まさかお前がこういうの書いてくるとは思わなかったよ。モニカちゃんにいろいろ教わったんだ。あと最近自分の気持ちに向き合うようになったの。なるほどな。ちょっと怖いくらいだな。そうね、読んでるとどんどんなんかあれあれあれみたいな、あれこれこの詩大丈夫みたいな感じになったよね。怖い？ん？ああ。戻る。なんというか、いつも元気なお前を見慣れているせいか。ああ、いや、なんでもない。考えすぎだな。とにかく、俺が言いたかったのは、すごくいい詩だから、誇っていいぞってことだ。ね、こんないい詩書いて、誇らしくないのって。ありがとう。なんだか自分の気持ちはこうやって表現するべきだって思ったんだな。そうした方が自分の気持ちももっとわかる気がするんだ。執筆って魔法みたいだね。いつの間にか随分感情的になったんだ。あ、いや、情熱的か。ああ、胸叩き出すかもしれないな。そのまま頑張るよ。執筆って最高。私死ぬまで執筆し続けるんだ。あんまり先走るなよ。さゆりは何かに熱中すると一週間もしないうちに飽きてしまう。ああ、なるほど。果たしてこれもその一つになってしまうのだろうか。どうかな。しかし情熱的な目を見ていると悲観的にもなれない。よし、みんな、もうお互いの詩を読み終わったよね。今日はもう一つやることがあるから、みんな部屋の前の方まで来てくれる。お、なんだろう。文化祭に関係あること？まあね。本当に文化祭で何かしなきゃいけないわけ？え、あと数日しかないのに何かやろうとしたって何にもできっこないわよ。そんな逼迫してんの？新入部員も入ってこない上に恥かくだけよ。私も心配です。あまり時間がない状況で準備するなんてうまくやれないですし。そうだよ。そんな心配しないで。簡単なことをするからね。いくらか飾り付けをする以外は特に準備は必要ないから。さゆりがポスターを作ってくれるし、私も文化祭で配るパンフレットをデザインしておいたから。おお、それはいいけど、まだ文化祭で何やろうとしているのか言ってもらってないんだけど。ごめん、てっきりもう聞いてると思ったわ。発表をするのよ。発表？は？モニカちゃん？そう、詩の発表をするの。やばいだろそれ。公開処刑じゃねえか。みんなそれぞれの詩を選んで来てくれた人の前で読み上げるの。さらにそれを聞いてやりたくなった人がいたら、その人たちにもそれをやってもらうの。準備をしておきたい人がいるかもしれないし、さゆりもポスターにそのことを書いてくれてるわ。えへへじゃねえよ。ポスターに色を塗っていたさゆりはそれをこちらに広げて見せる。あ、でも絵が描けるっていいな。冗談でしょ。まさかとは思うけど、そのポスターもう貼り出したりはしてないわよね。え、してるけど。そんなにダメだったかしら、このアイデア。あ、いやそうじゃなくて、アイデアそのものは悪くないと思うわ。でも私それやるって言ってないわ。そんな風に観客の前で詩を読むなんてありえないから。私もなつきちゃんと同意見です。そんな大それたこと絶対できません。その光景を想像したのだろう。ユリは恐怖で首を振っている。いや、確かに足震えちゃうよね。みんな、いいのさより。二人がそう考えるのも無理はないわ。二人ともたった数日前に他の人に詩を見せることを始めたばっかりなんだから。なんかモニカは全然物怖じしないんだね。すごいね。さゆりちゃんは何も考えてないんだろうけど。たくさんの人の前で詩を朗読しろなんてあまりにも荷が重すぎるわね。考えが足りなかったわ。本当にごめんなさい。それでも私たち全力を尽くすべきだと思うの。この部活の運命は私たちにかかっているのよ。そんなに大事なのこれ。もし最初にやる私たちの朗読がいいお手本になれば、来てくれた人もやってみたいって思ってくれるはず。多くの人にやってもらえれば、それだけ多くの人に文学について知ってもらえるわ。そうだね。そうかな。
文学って自分の感情の表現だったり、自分についてより深く理解できることだったり、未知の領域を見つけることだったり、楽しむことだからね。そう、私たちがこの部にいる理由も同じ。この理由を他の人たちにも知ってもらいたくないかしら。私たちを文芸部へ導いたこの気持ちをその人たちにも見つけてほしいと思わない？とそう思っているはず。私たちみんなそう思っているはず。それが部室の前に立ってたった2分間詩を朗読するだけで可能になるなら、部室じゃない、部屋だね。あ、どっか会場とか体育館でやるとかじゃなくて、このお部屋でやるってこと？人が来るかな。きっとみんなできるはず。いや、それでもな。夏希とゆりは黙ったまんまだ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよな。さよりは心配そうな表情を浮かべている。どうやら俺が取るべき手段は一つのようだ。俺は賛成だ。決して無理な要求とは思えない。さよりとモニカは新入部員獲得のために全力を尽くしてくれてる。俺たちも少しくらい手伝うべきじゃないか。それは、そうかもしれないけど、夏希はそれ以上の反論の言葉がないようだ。まあね、手伝いたいっていう気持ちはあるだろうけど、だからってその条件が厳しすぎるよな。分かったわよ。どうせやるなら早く済ませるしかないわね。やった。ありがとう、夏希。あなたはどうかしら、ゆり。いやー、ゆりちゃん結構きついんじゃねえかな。性格上一番ね。ゆりは気落ちした様子でみんなの期待した顔を見てる。この同調圧力やめろって。はあ、もうやるしかないようですね。これでみんな揃ったね。かわいそうじゃないかな。これモニカがやりゃいいじゃんって思うんだけど、モニカとさゆりがさ、やるなら、で、アルクも賛成だっつうならさ、3人でね、やればいいじゃんって。最高だよ、ゆりちゃん。この部にいると、私そのうち死んでしまうかも。やめろよ。結構心配してるんだよ。そんな大げさな。大丈夫よ。まあ、とにかく、メインイベントへ移りましょう。みんな自分の詩の中から一つ選んで、お互いの前で朗読して発表の練習をしましょう。いやよ。そうだよね。自分で自分の詩を読むんだもんね。やっぱハードル高えな、これ。モニカちゃん。それはあまりにも急すぎます。でも、部のみんなの前でさえできないんだったら、知らない人の前なんて到底できないでしょ。ああ、もう。心配しないで。みんながやりやすいように、まず私からやってみるから。あのさ、このなんか敷居を立ててさ、なんかこう、シルエットになるようにしてくんねえかな、せめて。その次、私やっていい？もちろん。さて、それじゃあ、モニカはノートをめくり、読み上げるための詩を探す。そんなにいっぱい書いてるんだ。モニカは教団の後ろに立つ。教託か。この詩のタイトルは、彼らの羽ばたいていくところよ。モニカは朗読を始める。明瞭で自信に満ちた声が部屋を乱す。またそれ以上に、抑揚のつけ方が純真そのものだ。それぞれの行ごとにどのように感情を乗せればいいのかを正確に理解していて、言葉に命が吹き込まれている。まあ、自分で書いた、ね、言葉だからね。これは以前に朗読の経験があるのか、それとも才能のなせる技なのか。この子何でもできそうだからな。今何でもって言ったのかな。俺は周りを見渡す。みんなモニカに目を奪われている。さよりは驚いている。ユリは俺にはその意味が理解できないもののどこか情熱的な表情を浮かべている。そしてモニカは詩を読み終えた。俺たち4人は拍手喝采。モニカは一つ息を吐き微笑んだ。すごく良かったよ、モニカちゃん。どうもありがとう。なんとかしていいお手本となりたくてね。あのさ、だから手本がね、ガチすぎるとそれハードル逆上がっちゃうんですよ。次はさよりの番よね。え、私がやります。おお、ゆりちゃんが突然やる気になった。どうしたの？ゆりは一枚の紙を手に立ち上がる。うつむきがちに教託へと足早に向かう。この詩は
ユリの心細げに俺たちの方を見る。頑張れユリちゃん。この詩は深紅の瞳の残像という題名です。なんか R が選んだ言葉がやっぱ載ってる。残像は使ってないけど真空使ってたかな。ユリが読み始めるが声が震えている。ユリはほんのつい先ほどまでこういうことをするのを拒んでいた。それがなぜ突然やる気に満ち溢れるようになったのだろうか、俺にもわからない。けれども数行を読み終えるとユリの声が変わった。ユリが本に熱中する時のあの様子と同じだ。震えていた声は強く自信を持った女性のそれよと変化していく。詩は紆余曲折な構造だが、ユリはそれを完璧なタイミングの取り方で読んでいく。こういうふうにユリの中に渦巻く炎とでも言うべきものが垣間見えるというのは珍しいことだ。不意にユリは読み終えた。みんな唖然としている。ユリは我に返り、自分自身も困惑しているかのようにあたりを見る。私、この状況を打開するのは俺しかいないようだ。キリ、俺が最初に拍手を送る。みんながそれに加わり、ユリにふさわしい称賛が送られる。ん、何も俺たちは拍手をしたくなかったわけじゃない。ただあまりのことに不意をつかれて忘れていただけだ。俺たちが拍手をしているとユリは詩の書いてある紙を胸に自分の席に急いで戻る。大丈夫か、俺読めてるか、もう大丈夫、疲れてやったかな。とってもよかったわよ、読んでくれてありがとう。あれかな、何かこうモニカの姿に感銘を受けたのかな。私だってこれくらいの詩読めるんだからねみたいな。ユリはここでダウンのようだ。よし、次は私だね。さゆりは椅子から勢いよく立ち上がると元気よく教卓へ向かう。この詩の名前は平原。ふふふ、ごめん、笑っちゃった。どうしたの。えさゆり、これ思ってたよりずっと難しいよ。みんなどうやってあんな簡単にできたの。ああ、人の前で朗読していると考えないようにしてみて。難しい話だね。一人で鏡に向かってるとか、心の中で読み上げてるとか思い込むの。あなたの詩なんだから、そうすればきっとうまくいくわ。なるほどなるほど。よし、それじゃ。さゆりは読み始める。さゆりの柔らかな声は、どういうわけかその詩に完璧になっているかのように思われる。詩はさゆり本人のようにフラフラとしていながらも元気な感じではない。穏やかでいてほろ苦い詩だ。もし紙に書かれているのを読んだとしてもそこまで関心はしないだろう。しかし朗読だとさゆりの声が詩に全く新しい意味を与えていると言ってもいい。さゆりは俺の詩が好きだと言ってくれたのもこういうことが理由なのかもしれない。自分が何もかも知っていると思っていた人のずっと深いところに触れるような感覚。さゆりは読み終わり、俺たちは拍手をした。できたよ、よくやったなさゆり。Rも気に入ってくれた。ん、つまりかなり良かったってことだね。ん、どういう意味なんだ。とっても上手だったわよ。詩の雰囲気があなた自身と本当によく合っていて、でもその読み方、他の詩を読むときにはあんまりうまくいかないかもしれないわね。あんまりよくわからないかも。別の言い方をすれば、あなたの詩の中には優しい読み方だとうまく魅力が引き出せないものがあるってこと。読む詩によってはもう少し力強く読むといい場合もあるかもね。そういうことね。そういうのは練習したりはしてるんだけど、みんなの前でやるのはちょっと恥ずかしくて。練習してるんだ。それなら次はもう少し練習になりそうな詩を選んでもらおうかしら。文化祭まであんまり時間ないものね。そうね。オッケー。じゃあ次は、夏希、どう？ん？R の前にやるなんて嫌。ん？私、あんたたちみたいにうまくできないし。あ、俺もやるの？だから私がやる前に、少しでもハードル下げて おいてもらった方がいいわ。おお、夏希ちゃん、意外と自信がないんだ。大丈夫だ。問題ない。俺もなるべく早く終わらせよう。終わらせた方がいいと思ってたんだ。そうだね、入部して数日でこんなことやらされるとはね、彼も思ってないだろうからね。でも俺には選べるほど詩がないから、今日のために書いてきたやつを読むことにするよ。
俺は立ち上がり、教卓の前へと歩を進める。ん？みんながこちらを見ていて、それがひどく俺をやりづらくさせる。俺は詩を朗読した。